こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、こちらのトミカシステムを使いまして、うちの息子とチャケさんと3人でまたまたですね、ピタゴラ装置をやってみたいと思います。ではですね、簡単にコースの説明をしたいと思います。こちらからスタートいたしまして、スタートするのはこちらのピタゴラボールになります。で、一応テストでこちらの3台のトミカも走らせてみようと思います。でですね、こちらからスタートいたしまして、ずずっと進んでいきます。そしてこのカーブを曲がりまして、普通にスーッと進んでいきます。そしてこちらです、ジャンプ道路。このジャンプ道路を連続でクリアいたしますと、再びカーブになります。そしてこのコースの最大の見どころのこちらです、急坂道路。こちらを連続で進んでいきますと、再び急坂道路になります。そしてこの急坂道路をクリアいたしますと、再びですね、急坂道路がやってきます。で、最後はこちらの三段スロープを登りまして、こちらのゴールにたどり着く予定です。果たしてうまくできるのでしょうか。チャケはマックイーンです。ジョージさんはランボルギーニベネーノです。かっちゃんはしまじろうカーです。あ、いた。うおお、あ、すごいすごい、あ、すごい、あ、でもここまで来れるんだ、すごいね。結構行くんすね、トミカも。じゃあチャケさんですよね。これでね、一番遠くまで行けた人からピタゴラスイッチスタートするってどうすか。かっちゃんはここまで来てますからね。今スタート。チャキさん、ここはね。じゃあ、ジョージ車内行きますからね。では、行きます。ほっ、まあ一緒でしょうね。年齢から言えばやっぱりかっちゃんの方が低いね、子供なんで、かっちゃんが先でいいんじゃないですか。ではですね、まず一番は息子のかっちゃんから行きます。では、かっちゃん、よろしくお願いします。あ、行きました。いい感じ。あ、おお。では、行きます。はい、はおおおおおあこんなとこに、こんなとこにあるチャケさん、お願いします。決めちゃったってください。では行きます。あ、はい、お願いします。いけー。おー、今飛んだ。すごいすごいよ。おお、おー、今飛んだ。すごいすごいよ。おお、きた。今すごかったね。なんかここですごいジャンプしたもんね。これはもうピタゴラの腕やからね。ピタゴラ装置のこのやっぱり、一番ややるな。今まで私も結構ピタゴラやってきたんで、これどこ通したらいいか大体私分かるんですよ。真ん中なんですよ。スピードをつけずに軽く落としていく。すると見事、あれー。じゃあジョージ石原、いきます。ゆっくりと、はっ、お、いった、あ、よいしょ、あ、いった、あ、よいしょ、あ、よいしょ、ピタゴラスイッチ。よっしゃー、来たー、嬉しい、チャケさんに勝ちました。はい、いかがだったでしょうか。今回はチャケさんと息子と一緒にピタゴラ装置にチャレンジしてみました。まあ結果はですね、一番は息子が早々とゴールしちゃいました。やっぱりですね、すぐコツつかんじゃいますね。うん、早い。やっぱり子供の方が早いです。あ、そうそう、これもコメントで教えていただいたんですけど、
プラレールの橋脚もトミカシステムで使えますので、これぐらいのコースはちょっとね、何セットか買わないと難しいですけど、まあ、簡単なピタゴラ装置だったら結構このトミカシステムで作れますので、もしよかったら皆様もやってみたらいかがでしょうか。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。